はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ポジティブ運交換します。交換するというか買うんですけども、2800ポイント。これはね、特殊能力持ちキャラなんで、まあ大活躍間違いないでしょう。そしてもう一体、天女神、こちらもですね、交換します。こちらは交換というかもらえるんだよね。これでちょっとね、ワンチャンあるんじゃないかと思ってます。今日はですね、深海の間のね、攻略をね、進めていきます。今レベル5ですね。だから6、7、8、9とあるんですよ。さあ、こんなパーティーでいきます。キラキライオン、攻撃力アップしダメージを減らす、まあダメージカットだよね。そしてスキルがあります。冷凍おにぎり、攻撃プラスサボりキャラとしてはね、すごく好きです。そしてピントクール、中央プニケシ、これもね、非常に使えるスキルがあります。そして山おかみゲットしました。ざっくり育てました。技レベル3までね、上げました。さあ、活躍してくれるのか。そしてポジティブ運ですね、回復です。 SS ランクの回復なんで、これはね、回復キャラとしてはすごく使えるよね。さあ、ステージ43でちょっとね、新キャラの必殺技チェックしていきましょうか。さあ、ここはですね、僕はですね、ピントクールをね、まあ、ガチャから引けたんで大活躍です。ピントクールがあれば、まあ、マップの方のね、攻略は全く問題ないかなと思います。デカプに作って消すだけでもすごくダメージ出ます。必殺技もですね、まあ、ダブルゼータ級にね、ダメージ出ます。技レベル3なんですけども、十分です。やばいです。さあ、技ゲージ貯めていく。そして今回ゲットした新キャラのね、天女神、山女神の転生か。さあ、ダメか。さあ、このピントクールがね、超強力。おっと、ダメージすごい。おっ、ギミックはいいんじゃないの。夏らしいこの海のね、ギミック。そしてポジティブーンがね、どうなのかねどうなんでしょうね。まあ、特殊能力がね、ご褒美の間でのダメージアップとダウンということなんで、まあ、そもそもね、ご褒美の間がね、出ません。さあ、クリアしました。まあ、いい感じじゃないの。転生妖怪エビチリゲット。さあ、育てていきます。さあ、ゲートが開きました。どこでもドア。さあ、行きましょうか。さあ、どこが来るんだい、どこが来るかっていうか、いうかね、気まぐれゲートなんだけど、まあ、旋回の間決まってます。レベル25マックスですね。さあ、旋回の間もですね、レベル25になると相当ね、難しい。なかなかね、特殊能力持ちキャラがないとね、 HP がどんどん減ってっちゃって苦しい。まあ、ただですね、このキラキライオンと冷凍おにぎり、これがあればですね、必殺技打つ必要がないんです。デカプに作ってね、消すだけでもうほとんどノーダメージでね、いけます。さあ、行きましょうか。6ポイント。気まぐれゲートなのに稼げない。さあ、ボスです。来たぜ、天女神。さあ、行きましょうか。天女神を使っていくぜ。特ダメージ。さあ、ここはさすがにデカプに作って消すだけでは削りきれないよね。相当 HP がね、レベル25になるとね、あります。やばいです。さあ、技ゲージね、貯めていきます。フィーバーインして、まあ、必殺技ぶっ放すような感じになってくるかと思います。レベル25。さあ、あとはこのステージは回復がほぼほぼできないんで、さあ、フィーバータイム入りました。行きましょうか。しかし攻撃力アップはね、使えます。反撃するね。さあ、打っていく。フ
ピンとクール、そして甘おかみ、いいんじゃないの。さあ行ったか行ったか。さあどうだ。お、ちょっと残りました。さすがにワンフィーバーでは苦しいか。あと一発だね。さあ行きました。さあ倒したぜ、レベル25。ちょっとだいぶ HP 持ってかれたね。だからここでね、 HP が減らされちゃうと、このあとね出てくるさ、深海の間でやばいよね。さあクリアしました。さあ経験値玉ゲット、お助けありがとうございます。もうお助けでね持ってるようなもんですよ。お、来たぜ深海の間レベル6です。攻撃力アップ向こう。さあカッパちゃん行くぜ。こんなパーティーでいきます。さあ HP は41万9000ですね。そして攻撃は470。結構40万超えを攻撃力アップなしで削ろうと思うと、まあフィーバータイム中にね、まあ、必殺技連発するしかないんですけども、でも反撃もあるので非常に辛いよね。僕はですね、前回の仮面ライダーイベントで相当頑張って、まあ、ガチャもね回してですね、電王クライマックスフォームゲットしました。早速使っていきます。ダブルゼーターの大量プリ消しということで、まあフィーバータイム中にね必殺技連発するにはもってこいかなと思います。さあフィーバータイム入りました。さあできればしっかり G まで貯めて、溜まってないけど行くぜ。学校側もダブルゼーター級の必殺技を連発しないととてもね40万は削れない。さあ学校側はねうまくやると連発できるよ。そして暴走エンマ、そしてデカプに作って技ゲージを多く貯める。技ゲージ多く貯める系はいいよね。そして連発していきます。もうダブルセーターの必殺技連発で、これでどうだ。いったかいったか。マジか、つえー、なんだこいつ。まあでもほぼほぼ削ったぞ。さあ174ポイント、さあ行きましょうか。ここは漢方を使っていくしかねえ。ちょっとねでもねレベルまだ9まであるんで、ここで漢方をね使い切るわけにはいきません。まあでもどうなんだろうね、やはり特殊能力持ちキャラの白ひげ、そして、まあ、追加キャラのぶっ壊れ、この辺りをね、まあ、ガチャから引いてから、このレベルの高いカッパちゃんには挑戦した方が良さそうだぞ。まあでもね、いけるとこまでちょっとやりたいなと思います。さあ学校が、さあ残りあと少し、そしてクライマックスホール、大量プニ消し、大量プニ消しすることによってまた技ゲージがたまる。そして学校が、やっぱ学校が強いよね。さあ行ったか行ったか。残り6万いったんじゃないの。よし行きました。やべえな。さあなんとかね倒すことができました。レベル6300ポイント。まあ、できればね、なんとか無課金で今回のイベントを走り抜けたいところ。さあ次いきます。64ポイント。さあお助けありがとうございます。さあ次はレベル7なんだけど、もう HP がね25クリアした時点で半分です。やべえ。さあ来ました、すかさずレベル7。よく出てくるよね。ご褒美のままですね、全然出てきません。さあ漢方で回復して152%でいきます。 100% 超えることがねできるんですよ。さあカッパちゃんのレベル7、
HP が927,938 です。攻撃が658なんで、やばいよね。攻撃よりも反撃がやばいよね。さあ、技ゲージ貯めていきます。ちょっとね、このパーティーがベストなのか、まあ、いろいろね、試していきたいなとは思いますけども、まあでも、強キャラ、もう自分の持っているキャラで、なるべく強キャラをもう入れていくしかないよね。そして雨おかみはですね、特殊能力持ちなんで、この玉のね、回復玉に対して効果ダウンということなんで、まあ持っていれば入れた方がいいでしょう。まあなければなくてもね、なんとかなるかと思いますけども。さあ、フィーバータイム中に必殺技ぶっ放していく。さあ、クライマックス4。そしてボーナス玉を壊して、学校がファイナルクラッシュパンチ。そしてデカプニの技ゲージを多く貯める。そしてすかさず学校が、いくぜいくぜ、まだいける。おっと、マジか、3分の1しか削れていません。あれだけ打ったのにこれか。やはり攻撃力アップが使えないのは痛い。そしてダメージカットもですね、使えません。まあごく稀にね、おっとマジか、反撃が痛いわ。これなんか復活キャラを1体入れた方がいいのか。88ポイント、マジか。回復します。やべえな、漢方ここで使い切るんじゃねっていうぐらい。カッパちゃんね、見た目可愛いんだけどむっちゃ強い。さあ行きます。暴走閻魔のサボり、まあ、暴走閻魔がいいのか。さあまずね、技ゲージ貯めながらフィーバーインをね狙っていきます。さああとは暴走閻魔とクライマックスフォーム貯めましょう。まあ青神自体はね、必殺技自体はそんなにねダメージ出ないので、まあ、正直反撃の方が痛いぐらいなので、まあ特に使わずに置いておくだけでいきます。さあ技ゲージ貯めていく。さあ学校が、さあそしてクライマックスフォーム、そして大量プニケシなんで技を打つことで学校が溜まる。さあ暴走閻魔打ちたいな。さあ技ゲージ多く貯める。そして暴走閻魔打ちいいの学校が。さあこれでどれぐらい削れるか、倒せるか。おっとまだ3分の1ぐらいあります。やばいよね、これだけ打ってもか。さあフィーバーイン狙っていきましょう。しかもフィーバータイムで必殺技打たないとね、あんまりダメージ出ないので、そうは言ってもやべえな、2回目のフィーバータイムはちょっと厳しそうだ。打っちゃいましょうか。さあ学校が、うちの暴走へ減ってるのか敵の HP。 さあクライマックス4、大量プリ消し。さあそして学校がうちの、おっとここまでか。あでもいい感じに削れてきました。さあ残りあと少し。さあ回復します。もういっちゃいましょう。いきます。あと少し、あと少しに見えるけど、あれ多分結構あるんだよね。全体がだって92万っていうね、やばいよね、100万近くある。さあ技ゲージ貯めていきます。フィーバーインして必殺技ぶっ放したい。さあ学校が溜まりました。ちょっと盤面丁寧に整えながらいきます。さあこのターンで倒しきりたいね。さ
さあしっかり G まで貯めていく。さあフィーバータイム入りました。いきます。さあガクがファイナルクラッシュパンチ、そしてクライマックスホーム、かっこいいよね。大量プニケシ、そして学校が連発する。ここで暴走ウチーノ、マジか、やっちまった、やっちまったよ。フィーバータイム中に死ぬとノーカウントなので、やばい、ノーカウントです。マジか、これは痛い、倒せてたかもしれない。もうしょうがない、行くしかないね。ここまで行ったら行くしかない。さあこれで 199% で行くぜ。ちょっと次はねミスらないように慎重に行きます。ちょっとパーティー変えました。ちょっと最後ね最後の一発ミスることがあるんで、復活キャラやっぱり入れておいた方がいいかなと思います。ということでバンバラヤーに変えました。これで最悪ね、復活でこらえれると。さあフィーバーゲージ貯めていく。さあ暴走エマとね、このバンバラヤーも貯めておきましょうか。さあちょっと残りの HP もチェックしながら。さあ学校がうちいの、マジでここでは倒しきりたい。そして電王打って暴走エンマ、そしてボーナス玉、これをうまく使って。さあ学校がうちいの倒せればいいのでこのあんまり必殺技連発するとね、反撃で死んじゃうんで、ちょっとその加減が難しいよね。あ、行きましたね、やったぜ、24万ダメージ、やばいよね、時間もやばいよね、30分。さあ46ポイントさあクリアしました。レベル7 160ポイント。